ハリー・ハリスンは、アメリカ合衆国の SF 作家。代表作として、ステインレス・スチール・ラットシリーズや映画、ソイレント・グリーンの元となった、人間が、一いがある。編集者になる前にまず、イラストレーターとして、SF 業界に関わるようになった。特に、EC コミックで2冊の SF コミック・ウィアード、ファンタジーとウィアード・サイエンスでイラストを描いていた。雑誌編集では、 ウェード・ケンプフェルトとか、フィリップ・ストリート、ジョンといった名前を共同で使っていた。1948年、SF 関係者の集まりである、ヒドラクラブが設立されると、そこの会長になるが、数年で権力争いに敗れ除名された。はじめは、ギャラクシー氏にイラストを寄稿し、小説を書き始めたのは、 喉の病気によって絵が描けなくなったことによって SF を描き始めたからである。フェリックス・ボイド、レスリー・チャータリス、ハンク・デンプシーといった名前でも小説を書いた。SF は風刺の効いたユーモラスなものが多く、ステンレス・スチール・ラットシリーズや宇宙兵・ブルースが恒例として挙げられる。1950年代から60年代にかけて新聞連載漫画の フラッシュゴードンのメイン作家として活動していた。その脚本の一部は雑誌連載にも採用されている。科学的正確さを保証すべく、ハリスンは大まかなスケッチをアーティストに提示していたが、アーティスト側は無視することが多かった。1960年にアナログ誌に連載した最初の長編、死の世界が、その年のヒューゴー賞候補にノミネートされ、 企営の新人として一躍注目を浴びることになる。コミカルな作品が多いが、時にはシリアスなテーマの作品も書いている。例えば、人工爆発と資源の枯渇を扱った人間が一杯が有名で、映画、ソイレント・グリーンの元になっている。1964年には、親友ブライアン・オールディスと組んで、自費出版の評論誌 SF ホライズンを起こし、球体に囚われた SF に対する批判をした。また、二人でアンソロジーの編集も、精力的に行った。ハリスンは、評論においては、前衛的なニューウェーブ系の作品を支持したが、自身が書く小説は、シニカルな冒険小説的な SF か、ユーモア SF であった。また、レオン・ストーバーと共に、1973年に、 国籍を問わずに最優秀 SF 長編に与えられる、ジョン・ W ・キャンベル記念賞を創設した。1990年、ジョー・ホールドマンらと共に第48回ワールドコンのゲストオブ・オナーとして招待された。なお、パロディ作品、銀河遊劇隊、宇宙兵ブルースや、テクニカラータイムマシンを翻訳した、翻訳家の朝倉久志は、 自分が翻訳した作家で一番好きなのはハリスン。好きな作品は宇宙兵ブルースと語っている。晩年に至るまで、ハリスンは世界 SF 会議の組織者の一人として活躍する、傍ら、精力的に小説を書き続けた。2009年、アメリカ SF ファンタジー作家協会から、デーモンナイト記念グランドマスター賞を授与された。2012年8月15日、 死去。87歳没。ヘンリー・マクス・ウェル・デンプシーとして、コネチカット州、スタンフォードのロシア系ユダヤ系のアメリカ人家庭に生まれる。7歳の時から SF ファンだった。1943年に徴兵され、第二次世界大戦中は、空軍で、整備兵、砲術教官として、イタリアで軍務に就く。復員後、ニューヨークのハンター・カレッジに入学して、 水彩画を学んだ。アメリカを出て各国に暮らすが、アイルランドに落ち着く。イングランドに出かけた時のために、ブライトンにもアパートを借りている。彼は、エスペラント語の愛好家であり、アイルランドエスペラント協会の名誉会長を務めた、こともある。また、エスペラント USA の名誉会員、世界エスペラント協会の役員でもある。1954年、ニューヨークで結婚。 妻は2002年にガンで亡くなった。子供は二人いて、人間が一杯は、この二人に捧げられている。ホームワールドホームワールド、ホイールワールド、ウィールワールド、ミヤクスターワールドほ他、ミヤク作品多数。ありがとうございます。